長谷川充です。あなたは学びすぎていませんか、ということについてちょっとお話ししたいと思います。今日はですね、メインのテーマは学びの3段階というものです。まあ、冒頭に学びすぎてませんかっていうふうに聞いたのはですね、効果的な学び、効率的な学びっていうのがあります。で、それが私が考えたこの学びの3段階なんですけども、これは、まあ、私の前職の社長とかですね、まあ、いろんな人たちを見てきたときに、やっぱりうまくいっている人ほどこの3段階でやってるなというふうに気づきました。で、まず1段階目っていうのが丸パクリで吸収するっていうやり方です。まあ、例えば専門家にですね、お金を出してでも専門から学ぶ、プロフェッショナルから学ぶ、そういうことをするっていう時にもう基本全部丸パクリなんですよ。丸パクリが一番早いんですよ。なぜならちょっと先にですね、まあ、もしかしたらもっと先です、先かもしれないですけど、とにかく先に行っている成功者ですよ。先に行っているうまくいっている人ですよ。その人を徹底的に丸パクリする方が早いんですよ。なぜならその専門家とかプロフェッショナルも何年とか何十年かけて培ってきたものをノウハウ提供しているっていうケースがあるわけじゃないですか。例えば私が行っている塾なんかもそうですよ。何十万もする塾なんですけども、その先生方がその実際のいろいろですね、トライアンドエラー繰り返しながらやってきたものをですね、ちゃんとコンテンツ化をしたものを、例えば6回で学べるとかですね、それはその先生方がもう何十年かけてきた経験値のものをですね、6回とか1日とかそういうふうに学んでいけるものなんですよ。だったらもうこれ丸パクリしかないじゃないですか。ところがですね、この丸パクリできない人がいるんですよ、中には。それは意識の壁が働く人なんですよ。で、この意識の壁って何かというと、プライドが高い人とか、まあ、比較的高学歴みたいな人なんかに、割とあるのはこの意識の壁なんですよ。どういうことかというとですね、要はもう自分で全部やりたいっていう、自分で考えたいっていう人です。なんか誰かに頼りたくないっていうことですね。そういう人ほどこの意識の壁が働いて丸パクリができないんですよ。で、そうすると学ぶ速度がですね、じわ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 しか学べないんですよ。もったいないですよ。ある意味この丸パクリする行為っていうのは、まあ、時間をですよ、専門家プロフェッショナル人が培ってきた10年とか20年とかっていうものを、時間をですね、買うことができるんですよ。だったら何十万払ったとしても丸パクリしない手はないじゃないですか、ということなんですよ。これがすごく、まず第一ステップとしてすごく重要なことなんですよ。私の前職の社長とかも、会社としてですよ、会社としてコンサルタント、まあ、ある案件でコンサルタントを入れるときにも一気にやるんですよ。で、もう全社的にまず3000万ぐらい予算かけてですね、一気に丸パクリですよ。まず徹底的にその人からの教えですね、その会社からの教えを全部丸パクリしていくんですよ。それは見事ですよ。徹底的にやりますよ。お金もかけますよ。そういうことがまず第一ステップです。で、まあこの意識の壁以外でこの丸パクリをしないっていう人も中にいます。専門家から学ばない、お金がもったいないみたいなことをですねする人、まあそれはやっぱりそれも同じことです。丸パクリできないっていうことなので、まあ、それは同じことです。で、まずは丸パクリからスタートして、そして次はですね、第2ステップっていうのは見直し再考です。これどういうことかというと、これ丸パクリだけだったら自分のオリジナリティがないわけじゃないですか。で、もしかしたらちょっと違和感感じる部分もあるかもしれませんよね。で、もしかしたら自分の業種とか自分の仕事に置き換えた時には、その先生の教えっていうのがちょっとそぐわないみたいな部分が出てくるかもしれません。それをこの次の段階で見直し再考していくってことなんですよ。だから丸パクリだけではなくて、
やってみてですね、自分に合うもの、もしくは効果が出るものと、その逆で自分に合わないもの、そして効果が出ないものみたいなことをですね、ここで見直し、再考していくんですよ。だからこれ相当これ自分の頭を使っていかないといけないんですよ。丸パクリはとにかく意識の面だけなんですよ。やるかやらないかだけの話なんで、次はですね、ちゃんとこの意識を、意識じゃない、あの考えをですね、すごく使います。頭も使います。これをやっていくことによって最終的にオリジナルになっていくわけなんですけども、ここでも壁があります。第一段階から第二段階に行くときに、これ習慣の壁です。 ここは先ほど言いましたように、丸パクリはもうそのまま受け入れれば OK なんで楽なんですよ。ある意味楽なんですよ、意識の壁さえ邪魔しなければ楽なんです。ただしこの見直しとか再考っていうのは自分ですごく考えていかないといけないので、要は自問自答しないといけないんですよ。自問自答、これ合ってるかな、合ってないかな、合うかな、合わないかな、効果が出るかな、出ないかな、みたいなことをですね、検証していかないといけないので、これ習慣の壁があるんですよ。で、習慣の壁っていうのは考える癖がない人だったりとか、自問自答できない、そういう習慣を持ってなければですね、なかなかやらないですよ。結構大変なんですこれ。だから習慣の壁を突破していかないといけないですね。で、突破する方法としては、ここもですね、ある意味誰かに頼るってことをお勧めしたいと思います。で、例えば私なんかでもそうなんですけども、自社の例えば私のプロフィールを考えることもそうですし、自社のどういうふうに打ち出していくのかとか、仕事をどうやってですね、分かりやすく、お客様とかにも伝えていくのかだったりとか、そういうことって頭の中にあるんですよ。自分の頭の中にあるんですよ。なぜなら結局私って仕事的にはいろんなお客様、いろんな社長とかのいろんなヒアリングをしながら、その会社の人事の体制とか人事の仕組みを作っていくので、やっぱり社長の頭の中にあるものとか社員さんの頭の中にあるものを引き出さないといけないんですね。そうしないと仕事にならないです。だから普段からそういうことをやっているんです。でもこと自分のことにおいては自問自答していかないといけないので、なかなかアウトプットできてないでしょ。だから私はいろんな専門家の方に頼るんですよ。そういうのを引き出すのが上手い人たちにですね、頼るんです。で、そうするといいものが出てくるんです、ということですね。だから習慣の壁を突破するのは自分で突破するというよりも人に頼った方が単純なんですよ。例えば社長であれば、その幹部の人であったりとか、あとは外部の、例えば税理士さんとかですね、外部のなんか、同じ経営者のコミュニティに入っている人だったりとかですね、そういう方でもいいと思います。幹部の方でも、幹部同士でですね、いろいろ頼っていくっていうことをしていくと、この習慣の壁を突破できるんですよ。見直しとか再考するっていうのはすごく考えないといけないので、人に頼るってことをお勧めしたいと思います。そして3段階目はオリジナルになるってことです。要は自分がまずは専門家から学んだものを見直し再考して、もうさらにですね、もう一回見直し再考していくって形なんです。で、この段階でもオリジナルになっていくっていうことなんですよ。転化の壁っていうのはありますけれども、これはいろいろ置き換えていかないといけないとか、自社に置き換えて考えていくっていうことなので、そういうこと、壁を突破していかないといけないっていうのはありますけれども、それができさえすればオリジナルになっていきますよという話です。で、前の会社の話をちょっとね、どれぐらい予算かけたかっていうと、ここで3000万ぐらいかけたっていう話をしましたけれども、第2弾のところで言うと、100万から150万ぐらいですね、次の段階。そこの会社に対して払っておかないっていう。で、最終的にオリジナルになる段階ではもう本当に 10万から20万ぐらいですかね、の予算しかかけてない、その会社に対してです。つまり徹底的に絞り取りながらですね、丸パクリをして絞り取りながら、自社内で検証して内製化をしながら、最終的にオリジナルになっていったということです。で、予算のかけ方も3000万から100万ぐらいで10万ぐらいっていう形で、もう10分の1下がって、またさらに10分の1ぐらい下がっていったっていう形ですよね。そのやり方がとても大事だと思います。
だ冒頭に学びすぎてませんかっていう話はどういうことかというとですね、常にこれをやっていくだけだったら自分のものになっていかないんですよ。ここだけをしてしまうとずっとここにとどまってしまうわけですよ。で最終的にはやっぱり自分のものにしていく必要があるわけですね。オリジナルにしていく必要があるわけですよ。だからこの第2段階から第3段階、ここの段階がとても重要ということです。徹底的にパクることはパクるんですけども、あれもこれもする必要はないですよ。いろんなことに手を出す必要はないですよ。とにかくまずグッと集中して絞ってですね、丸パクリをして、そして見直し再考をかけながらオリジナルしていくっていう、ぜひ、自分の頭を使いながらですね、考えながら最終的に自分のオリジナルにしてみていただきたいなと思っております。まあ、今日は学びの3段階というお話をさせていただきました。ということで以上になります。ぜひ高評価およびチャンネル登録をお願いいたします。